民大寺は、岐阜県大垣市砂又町にある浄土州、西山善林寺派の寺院である。3号は、清水山。西民の33例状第19番札所。辞伝によれば、佐賀天皇の在位の頃、現在の大垣市砂又町上宿にあった、砂又川の古い木橋の橋脚が夜に光っているのが見つかる。調べてみると、長年の風水を受けて、 あたかも地蔵菩薩像のようになっており、これを草案にお祭りしたのが、始まりという。この像を、小野高村が彫り、立派な地蔵菩薩像としたという。939年、鈴作天皇の直司がこの地を訪れた際、この地蔵菩薩の由来を聞き、地蔵菩薩像の前で和歌を歌うと、この地蔵菩薩像の口元が微笑んだという。このことからこの地蔵菩薩像を、 橋はしぐいわ地蔵菩薩というようになったという。1126年、里市湾がこの地を訪れ、清光山三越院明大寺として、新温州の寺院として解散する。1229年、浄土州西山善林寺派に改修する。江戸時代初期、寺院整理により、現在地に移転する。建物は1891年の伸尾地震で、倒壊。 現在の建物は1907年の再建である。重要文化財他にも、時役五郎、沢井高次郎の墓が、境内にある。沢井高次郎の墓の碑文は、第三用によるもの。岐阜バスオブサ、スノマタ線、または、名阪近鉄バス企画線の、スノマタバス停が最寄りである。徒歩5分。ありがとうございます。